たっつぁんの寺話の時間です。スタジオにはたっつぁんこと川田達也さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。だんだん年の瀬も近づいてきてですね、はい、年末年始だみたいな話題もいろいろ出てくる季節なんですけども、うん、たっつぁん基本お寺の人じゃないですか。はい。初詣とか行くタイプですか？初詣行きますね。初詣は神社に？鹿児島ではやっぱ神社に行ってしまいますね。鹿児島はやっぱ神社しかないというか、前々から行ってたのが神社っていうのもあるんですけども、ここに行くっていうのはもう決めてるところがある。はい、そうなんだ、ね、学生時代はでも1日で何個初詣に行けるかっていう。学生時代は京都ですよね、はい、京都はまあそれはね、自転車があったら1日20ぐらい行けるんじゃない？行きました17 行きました17ご利益あるのかな。それは果たしてご利益があるのかって感じがするけれどもね。ほどほどで皆さんね、そろそろそんな話題も聞こえてくるあの季節ではございますが、はい、では今日もいつものコーナーからスタートしたいと思います。はい、ではお願いします。本日の文化財ニュース。これはね、なかなか渋い選曲で、詳しい方は分かると思いますけど、ヘンデル作曲の調子の良い鍛冶屋という、はい、バロック時代の楽曲ですけれどもね、これ関係あるかな今日のテーマに。特に関係はない、家ですか。家ね、家という意味があると。分かりました。はい、今日は家の話です。はい、11月7日付南日本新聞ということは鹿児島の話ですね。はい、映画007は二度死ぬにも登場、築150年の岩本家が宿に文化財を再生した NPO、歴史的建造物を体感してという坊津のニュースです。はい、坊津ということは南薩摩市そうですね。ですね。はい。はい、これ家の話。家の話。南薩摩市の坊津の秋目。秋目っていうところですね。坊津よりも秋目ですね。はいはい。秋目にですね、岩本家住宅主屋というですね、まあ、はい、母屋ですね。の、築150年ぐらいの。築150年。はい。民家がこれ、国の登録有形文化財として、残されています。はい。で、昔ここの家、岩本家さんはですね、網元、漁師さんですね。はいはい、網元さんね、はいはいはい、でちょっと特殊な構造をしていると家が、はいはいはい、で一番特殊なのは、はい、まあ、当時の漁師は、うん、まあ、多少お金を持ってます、はい、なので使用人というかお手伝いさんがいらっしゃるわけですけども、はい、お手伝いさんがですね、うん、これ海沿いに立ってるんですよ、うん、海を見るための中2階みたいなものがあるんです。はい、海を見るための中2階、はい、でそれなぜ海を見る必要があるのかというと、はい、まあ、当日その漁に出れるかっていうのもありますけども。あ、なるほど、海の様子を見るってことか。はい、はんはん、その見てることでですね、うん、帰ってくる岩本家の船も見えるわけですよ。あ、はいはいはい、で見えてきた瞬間に、うん、お迎えの準備をすると。なるほどね。そ、海を見るための、まあ、はいはいはい、そういう間が残っているという構造が残っている家として貴重と、はいはい、いうことでですね、で築も150年ですから、はい、もう明治初期になりますよね、はいはい、幕末から明治にかけての住宅ということで、はい、まあ、最近登録有形文化財になったんですが、はい、まあ、ちょっとボロボロだったんですよ。はい、まあ、そうでしょうね、150年だからね。そうです。しかも海辺だし、ね、海辺だし、うん、もうここには人も住んでらっしゃらなかったので、はい、まあ、これをどうにかしたいということで、うん、NPO 法人鑑真里づくり秋目ネットという方々がいらっしゃいまして、はいはい、この方がですね、この中をちょっと整えて、はい、宿にしようと、へえ、いうことで宿に今回なりました。いや、でも、いや、いいことだと思いますよ、うん、いいことだと思いますけど、そのなんていうのかな、そのほら、現代の法律にマッチさせないといけないじゃないですか。そうなんですよ。消防法とかさ、はい、旅館業法とかさ、うん、それ大変だったろうなっていうのをすごいなんか想像してしまいます、ね、そうです。なのでここのNPO 法人だけではできなかったので、はい、いろいろこういろんな協力を得ながら、はい、トイレとかお風呂とかを回収して、ね、うん、はい、で当然当時火災報知器なんかないですから、そうだよね、はい、火災報知器を取り付けて、はいはいはい、で今年やっと保健所の営業許可も得てと。営業とかもいるしね、火災報知器も義務化されてますし、はい、そういうの整えるのも大変だったろうなと思うけど、まあ、でもよくそこまでされましたね。そうですね、はい、でここ007二度死ぬの舞台にもなってますし、そういう意外とここ話聞くと、うん、海外の方もいらっしゃると。いや、だと思いますよ。これ海外の方の方が受けるんじゃない、こういう建物はね。うん、しかも安いですから、素泊まり1人2500円。もうちょっと取っていいんじゃないですかね。確かにもうちょっと取っていいと思うんですけどね。うんうん、でこのですね、岩本さんのですね、はい、親戚の方が知り合いにいまして、うん、おうおお、そうなの、この家知ってまして、はい、で当時遊びに行ってたとよ。へえ、そうなの。でその007は二度死ぬ、まあ、ショーン・コネリーですよ、うん、はいはいはい、が撮影した時に、うん、この辺に住んでたそうです。へえ、そうなんだ。で、
普通に道歩いてたら前から車がブーンって来て、うん、ピチャって見たら穴の中からショーン・コネリが手振ってたって、うん、ちょっと鹿児島県内とは思えない光景です、ね、思えない光景その映画にもこの家出てますから、うん、あそうなんだ。そういう映画に007に出た家に泊まれると、うん、はあ。いやなんかさ、そういうこう逆の立場で考えると、まあ、確かに古い建物でしょうよ、はい、古い建物だけど、その例えばなんかそうだな、ヨーロッパとかのさ、うん、もうあの2、300年前の中世のレンガ造りの建物を改修して宿にしました、はい、素泊まり2500円ですって言ったら泊まりたいよね、うん、泊まりたいですよ、うん、そのね、こう現地の人たちの暮らし感じられるしね、感じられるし、うん、なかなかできる体験でもないですし、なんかこう話のネタにやっぱそうなのよ、なるじゃないですか、こんなとこ泊まったんだぜって言いたいもんね、うん、インスタにあげたいもんね、あげたいですよ、うん、だとこうインスタでちょっと海外の方がご紹介して、はいはいはい、写真を撮ってバズってくれると、うん、秋目ちょっとね、残念ながら今寂しい状態ですからね、ちょっと盛り上がってくれればいいかなと。まあでもあの観光客の気持ちで考えると、ちょっとこうね、あの人里離れたところにわざわざ行くかみたいなのも話のネタになるんだよね。そうなんですよ、うん、でここ海外の方が行くとなると、うん、割と過酷ですから、はい、公共交通機関でたどり着くの割と大変だよね。大変ですよ、バスしかないですから、はあ、やっぱあのライドシェアとかね、なんかそういう話とセットでこういうのをやった方がいい気もしますけどね、それもあってこう旅行クロートの方々がどんどんね、うん、はいはいはい、来ていただいてっていうのが広まれば、この民家がまた保存にもなりますし、こういうまあ古い建物の保存の方法としてはね、こうやって宿として活用っていうのはすごくいいなと思いますけど、うん、はい、これ150年でしょう、はい、約150年、だからわらぶきとかでもなくて瓦屋根だし、はい、まあ、なんか現代でもこういう建物ってまあ別に普通に見るっちゃ見る建物じゃないですか、うん、鹿児島県内だけど、はい、うちね、あの実家にね、もう誰も住んでない建物が1棟あるんですけど、はい、あれもね100年は超えてるのよ。あー、やっぱね、軽く100年ってなるともうえらいこちゃですから、うん、でもう亡くなりましたけど、うちのじいさんばあさんの代はもう自分が生まれる前よ、はい、生まれる前はその例えばみかん農家だった時代もあるし、ぶどう農家だった時代もあるし、それよりもさらに前だったら蚕をやってた時もあるし、あ、なるほど、はい、さん、それよりも前だと炭焼きやってた時代もあるし、何でもしてますね、そう、何でもしてる、うちのじいさん何でもする人で、だからね、建物の構造がね、なんかすごいこう増築で増やしてるわけ。ああ、面白いですね。そう、だから、まあ、変な建物でさ、なんかまあこう壊すに壊せなくて今も誰も住んでないんだけど、一応そのまま置いてあるんですけど、100年は超えて少なくとも。でそれがまた時代のグラデーションになって、うん、それがこう文化的価値を生む時がありますから、あと100年ぐらい置いといたらなんかなるかもしれない。なりますよ。でまた最近あの、ね、うん、先週ちょっと紹介しましたけど、はいはい、国の重要文化財にだんだん民家がなってきてる、はいはいはい、それはそのいろんな増改築を繰り返していった結果、はいはいはい、その時代時代が見えてくるっていうのも、うん、その評価の一部になってるので、そんなことになってくれればいいんだけどね、今のところちょっと管理どうするっていう話の方が大変なんですけど、そうなんですよね、今日はちょっとそんな話になるかもなと思ってですね、はい、まずは、文化財ニュースは南日本新聞から坊の角、宿の話でした、はい、では本編に行きたいと思いますけども、本編もね、だから家の話なんですよね。そうです、はい、今日も家の話、意外とこう、ね、いろんな文化財の話しますけど、はい、で国宝重要文化財の話しますけど、うんうん、意外とこう民家の文化財ってあんま注目されないんですよ。はあ、ははあ、そうかもね、お寺とかね、こう神社とかそういうのばっかりでね、まあ、そこは国宝になったとか重要文化財になったとかなったら、こういろんな多くの人がドンと押し寄せますけど、はいはいはい、この民家が重要文化財になりましたって言ってもあんまり誰も注目してくれないんですよね。まあね、そのお城とかね、そういう建物に比べるとね、派手さがないですからね、うん、それはそうかもしれない。なんですけど意外とこう掘ってみると、うん、どえらい古いものが残ってるぞということで、はいはい、今回ちょっとそういうのを紹介していこうかなと思っております、うん、はい、今日は現存最古の、建物というのと、はい、からいきましょうか。そうですね、現存最古のですね、はい、最古と呼ばれる、はい、明確な年代は分かってません、うんうん、この時代ぐらいだと分かってるのが3棟あるまで、これがですね、はい、全部重要文化財なので、一般の住宅が重要文化財なので、はいはい、まず一つ目が兵庫県、これ意外です、うん、神戸市。神戸市なんか大都会のイメージですよね。す、合併してしまって神戸市になったんですけど、あ、そのパターンね、はい、そこの箱木系住宅という住宅があります、はい、これもともとは庄屋さんの家です、お金持ちの家ですね、はい、で別名がですね、箱木千年屋と、千年の家とかで千年屋と言われてます、はい、でこれがいつ建てられたか、はい、室町時代、室町時代、はい、室町時代の建物です。一般住宅が残ってんの。そうなんです。築何年よって感じですね。築おそらく600年600年ぐらいだと言われてます。いや、寺とかならまあまあありますよ、はい、それもすごいことだけど、うん、一般住宅600年経ってんの。600年経ってんですよ。
耐震構造とかどうなってるんですかねって感じしますけど、ほぼないでしょうね。でも神戸でしょ、阪神淡路大震災を乗り越えてる。そうですね、よね。だ構造的には何かしらこう耐えれる構造をしてるんでしょう ね、 だろうね。でこれ大きさは住宅といってもでかいです。正面 11.4メートル、 11.4メートル、はい、で側面が 8.4 メートルになってます、うん、でっか、はい、で屋根を支えるためにですね、この時は建築様式的にこの家に大黒柱とか、うん、はいはいはい、そういうものがあるわけじゃないんです、うん、壁立てといってですね、うんうん、これ壁で支える。あ、昔の家そうですよね、はいはい、ので支えなきゃいけないので、うん、壁にですね窓とかがほとんどない。あ、そうか、窓切っちゃうと弱くなるから。そうです、はい、開口部がほとんどないです、縁側とか入り口以外はほとんどない。あ、はい、で、まだ柱とかがですね、うん、カンナが発明される前のものなので。おお、カンナというものが発明される前です、うん、なので蝶なといってですね、はい、あ、こうなんでしょうね、難しいですね、ちょっとこう、なんかひん曲げたバールみたいなやつ。そうですね、ひん曲げたバールでこうガツガツと削っていくものの跡が柱についていると、うんうん、へえ、カンナが発明される前の時代の前なんです。住宅残ってんの、はい、で江戸時代になるとですね、はい、その瓦とかでこうグッと押さえ込んで柱で支えるというものができてくる、うん、お寺とかではもうそうだったんですけども、民家でも発達するので、はい、うん、なんでしょう、こう曲がった材を使えるわけですよ、はいはいはい、今古民家行ったら、うん、梁が曲がってるとかいろいろあるじゃないですか。ありますね、うん、あれが逆にないんです、この時代は。まっすぐ、あ、まっすぐなものしか使えなかったんだ。そうです、うん、そういうのが見えるので、はい、まあ、これは室町時代のものだろうと言われてます。よく残りましたね。いや、よく残ってたんですよ。しかも驚くべきことにですよ、うん、これ1977年まで、はい、人住んでました。室町時代から、はい、箱木さんが住んで、箱木さんの家だったの普通に。そうです。まあ、でもこの家に住むの大変そうだね。いや、これは現代の暮らしをここでするのはね。77年ぐらいまでおそらくできたんでしょうね。自給自足で牛飼ってとか。77年、昭和50年代ぐらいか、うんうん、ただこれもですね、はい、箱木さんは自分たちの意図を持って出たいという意思を持って出たわけじゃなくてですね、はい、ダムができると。ほう、おお、でダムで沈んでしまうから、はあ、まあ、調査が入るわけですよね、この一帯、はいはいはい、するとどえらい古い、まあ、当時この江戸時代からこの家はですね、はい、古い家と言われてたので、うんうん、江戸時代からも古い家で、あの家はと言われてたので、多分結構知られてたんでしょうね、はい、あ、じゃあダム の、 その建設工事にかかってしまって、はい、そこにはもう住めなくなったっていうなったので、はい、移築しようと、これを、はい、いうことで、もう文化財なので鎌倉時代の家を、家をということで現在の場所に移築したと。触りたくない。いや、触りたくないよね。土とかかやぶきとかもうボロボロですからね。なんか壁とか崩れちゃってどうしようってなるよね。本当ですよ。壁材なんだろうね。土です。土壁でしょ、はい、土壁触りたくないよね崩れるでしょ絶対。で中に竹とか編んであるじゃないですか。それを多分そのまま構造物として取り上げ取り出して、うわ、触りたくないけど、うん、で同じ敷地の広さの場所、広さの敷地見つけて、うんうん、同じ配置でというのをしたと。こうやということは、まあ、ダムにかかるぐらいだから、まあ、割とこう山手の方なんですかね。あ、そうなりますね。海側というよりはね、はい、なります。でその時に、はい、よく、この番組で出ます、はい、放射性炭素年代測定法、はいはいはい、というものを柱で、はい、測ってみました、はい、松の、これ松材なんですけど、はいはい、松材 の、 その柱6本残っているので、うん、調べたところ、うん、まあ、1283年から1307年に伐採された木が使われていると鎌倉時代後期、後期ぐらいから、まあ室町にかけて、まあ、室町の前ですね、前だね。なので、うん、もっと古いかもしれない。全部が全部この材じゃないんですけど。なるほど。まあ、その時あるんだろうと。着工はもしかしたら鎌倉時代の可能性あるね。実はこの家古すぎてですね、うん、記録が残ってまして、はい、まあ、予想ですけども、これ言い伝えですよ、うんうんうん、近世の記録によるとですね、うん、この、箱木千年屋はですね、もともと806年にこの場所に建てられたと。え、806年、平安時代じゃん。そう、平安時代なんですよ。ほう、なのでその千年屋と言われている理由が、まあ古いっていう意味もあるんですけども、うんうん、本当に千年経ってるってこと。そうです。おそらくこの近世の記録が1800年代なんですかね、700年代、うんうん、その時点で千年経ってるからというまあ本当かどうか分からんけど、まあだったとしたらすごい話よね。だおそらくここにその箱木さんという方が、うんうん、まあ、千年ぐらい前から住んでいて、まあ、いたのは、ま、いた間違いないと、はい、この建物かどうか分からんけど、ね、建物は室町ですけど、うん、この敷地自体はおそらく平安時代ぐらいから変わってないのではなかろうかと言われてます。
ね、ほんの一時だけ、あの2年ぐらいだけですけど、あの神戸市民だった時期がありまして、はいはい、あのまあ、あの海側の方に住んでましたけど、はい、あの神戸市っていう町はですね、あの海側から、ね、山手の方に行けば行くほど、ね、あの高級住宅地になってそうですね、だから金持ちの人は山手の方に住んでます。あ、そうですね、大体、うん、今でもそうですけど、はい、昔の外国の方が住んでたところも来たのもね、そうそうそう、だいぶ山の方に、山手の方に行けば行くほどね今でもあの超高級住宅地は、ね、山手の方にいるんですけど、 そこを越えて神戸大学に行ってしまうと、あの校内にイノシシがいるすごくね、あの公共交通の便はあんま良くないとこなんだけどね、そんなとこに住んでる人たちは大体運転手付きの車がある、あ、そうです、ね、何ら問題がない、はい、そういう感じの街ですよ ね、そこに、そこにあるんですよ、あ、そこにあるんだ、そのさらに奥地にさらに奥地にあるやっぱ、ね、昔からお金持ちが住んでたのね、そうなんです、はい、1個目は神戸市の箱木家住宅、はいはい、もう一個じゃあ行きましょうか、はい、2つ目、実はこれも兵庫県なんです、そうなんだ、はい、兵庫県姫路市、姫路もいいとこだよね、いいとこですね、姫路市にあります、はい、古い系住宅、もう古いって言っちゃってんじゃん古い井戸って言っちゃってますけどね古い系住宅です、うん、これはもともとお金持ちの農家豪農ですね、豪農ね、はい、豪農の家でですね、はい、これは箱木家住宅よりもちょっと大きくて、はい、正面 13.9m、はい、で横が 8.1m、まあ、でかいね、でこれちょっと木材が変わってまして、はい、これ栗の木です、栗の木、はい、栗の木の栗材を用いた柱などがあって、あんまり建築に使うイメージないけどね、そうなんですよ、もう聞いたことないですよね、うん、でそれがまあ室町時代のものになってます、はい、でこれもですね、はい、1967年まで人が住んでました、はい、これも住んでたんだ67年まで、はい、でただそのもうやっぱあまりにも古いですから、はいはい、解体修理をして、うん、調べたところ室町だったんで、はい、じゃあもう元の形に戻そうと、はい、いうことで、うん、元の形に戻すと、はい、人住めません、うんうん、あの室町時代の生活をしなきゃいけないので、そういうことになるよね、うん、なのでこれはですねやっぱ姫路市さすがですよね、はい、姫路城とか世界遺産、世界遺産文化財持ってるじゃないですか、ですね、はいはい、もう買い取りました、あ、市が買い取った、はい、市が買い取って一般公開と、さすがだね、さすが、まあまあ、姫路市だからってとこあると思いますけどね、そうですね、なんか歴史的建造物とか文化財に関心がある人たちが来る町だからね、うん、そういうところがあると観光資源にもなると思ったんでしょうね、うん、でこれですね、はい、まあ、残った理由としてですね、これかなり重要な要素がありまして、はい、まあ、箱木さんもそうなのかもしれないですけども、はい、この古池住宅が建ってる場所なんですけども、うん、平野の北東部にですね、うん、ちょっと高台があるんです、でそこは川を見下ろすことができる高台なので、うん、まあ、川が氾濫しても流れることはないし、うん、はい、後ろに山があるんですけど、うん、そんなに距離は近くない、はあ、で南に開けているので、はい、風通しもいいし、はあ、日差しもすごくいいので、はあ、うん、こう、まあ、お金持ちですからねこういうとこ建てたんでしょうけど、うんうん、まあ、逆にそういう土地にあったからこそ残ったと、うん、あ、過酷な土地ではない、なるほどね、まあ、災害リスクも少ないと現代風に言うと、はい、うん、で最近僕ちょっと建築家の本を読んでですね、うんうん、この堀部康さんという方の住まいの基本を考えるという本を、さんどこへ行こうとこの どの分野へ進もうとしてるんですか、いやどの分野なんですかね、うん、結構好きで建築、ああそうですか、その中にですね、うん、住宅の寿命という項目が、ほう、面白い面白い、うん、で住宅にはですね、はい、この堀部さんが言ったんじゃないんですけど、アメリカ人の方が言ったらしいんですけど、うんうん、はいはい、6つの層があると、うん、S、最初に S がつく層がある、ほうほう、でその一つ目がまず、うん、敷地サイト、敷地、ね、サイトの S、はいはいはい、で2個目がですね、うん、スキン外装の S、 外装、はいはい、はい、で3つ目ストラクチャー構造ですね、構造ね、はい、で3つ目が設備サービス、うん、で4つ目がですね空間設計スペースプラン、うん、で最後が家具調度のスタッフってものがあると、うん、この6つがあると、はい、ではいはいはい、この中で一番大事な2つが、うん、サイト、場所、場所、うん、敷地と、うん、ストラクチャー構造だというふうに言ってます、うん、だからこの2つがしっかりしておれば、うん、建物はいつまでも持つと、場所と構造か、だけどそうかもね、でこの2つは一番最初に決める上で一番大事で、うん、特にサイトなんて絶対に動かせないので、うんうん、他の、ね、外装とか家具なんかは動かせますけど、まあねうん、家具なんか入れ替えればいいけど、敷地は一度決めると二度と動かせないわけですよ、まあ、まあよっぽどね移築とかしない限りはね、うんうん、なのでそこをしっかりやっとけば建物は持つというのをですね、こういう民家たちが証明してる、いやだからねこれそのなんていうのかな、
ちょっと後であのそういう話も出てくるかと思うんですけど、その、はい、なんか法律上はさ、うん、あの建物ってもう30年ぐらい経つとね、あの一応価値はないことになるんですよ。ほう。だからあの住宅ローンって大体35年ぐらいじゃないですか。あ、そうですね、はい、だいたいこうだから価値を使い切って払い終わるんですよ、はい、それはあの法律上の評価額としてもね、ほとんど価値がないことになるんですよ。なるほど、うん、なるんですけど、でもそれもさ、そのだからもう本当海辺でさ、もう波がジャバジャバ当たるようなところに立ってる家とさ、その環境のいいところに立ってる家とではさ、やっぱ全然違うはずなんだ本来は。うん、なんだけど、その一応ね、日本の法律はね、その木造住宅だと何年とか、鉄筋コンクリート作りだと何年、まあ、これ減価償却の期間みたいな感じで決まってるんだけど、なんかね、そこはなんかね、こう建物によるだろうっていう気がすごいするんですよね。そうですね、30年なんですね、うん、まあまあ、概ね、細かく決まってますよ、27年とかなってるのもあるし、あ、なるほど、30、まあ、構造によるよ、それも構造で、構造によるんですね、こういう構造の建物だと34年とかね、あの決まってるんですけど、じゃあやっぱサイトとストラクチャーは大事ですね。サイトとストラクチャー大事ですね。でこれ絶対に動かしてない理由が、うん、あの理由というか動かしてないというのが分かる理由がありまして、はい、床下にですね、うん、大きな石があります、はあはあ、それが亀石と言われていて、どっかで聞いたことあるよ、含まれていて、うん、このですね、古井さんは、うん、この歴代ですよ、はい、この亀石をですね、厄除けとして祀ってたそうです、うん、厄除けとして石を祀ってた、はい、うん、で伝説ですよ、これ伝説です、うんうん、信じるか信じないかはあなた次第ですけども、はい、何度かこう火事になりそうだったと、建物がやばい火事だってなった時に、うん、この亀石から水がバーッと出てきたっていうですね、そりゃ嘘だ、ね、そりゃ嘘だと思うけどまあでもまあね、まあ、実際火災にはなってないわけですもんね。そうなんです、何らかのご利益はあったんでしょうけど、そうです、うん、だからここはサイトとしてずっと動いてないというのが分かると。でもなんかその場所の良し悪しってさ、そういうなんか立地条件とか気候とかだけじゃない、なんていうのかな、そのまあ、風水的なことなのか分かんないけどさ、なんかこの場所いいよねっていう場所もあるし、はい、なんか逆にそのお店とかでもさ、この場所にできる店必ず潰れるよねっていう場所あるよね。ありますね、何屋ができても潰れるみたいな場所、そんなに立地悪くなさそうだけどなみたいなね。そっちの方がなんか目立って見えますねまあまあ逆に目立悪目立ちしちゃってるけどね。100年とかやっぱ何、100年超えて建つところに家があるところは、いいとこなんでしょうね。馬場脇さん家のおばあちゃん家も立地的には素晴らしい。いやまあまあ立ってはいるけどね、まあ、結構ボロボロよ。まだ残ってますか。まあまあ残ってはいるけどね。うんうん、こういうのがずっと続けば、はいはい、残るんだろうなと。そうですね。うちは残念ながら豪農ではなかったのでね。いや豪農ほとんどいないですからね豪農は。はい、ということで、まあ、今日はねあの建物の話をしていきますけれども、現存最古の3つの建物を今2つまで紹介してもらいましたので。はい。ちょっと一曲挟んでから。そうですね。行きましょうかね。はい。ではたっさんの選曲でお願いします。はい。あの今日の曲はこの最初の曲はですね、あの今となっては多分これ今の時代か、あの家と一緒ぐらい大事じゃないですかこの、はい、この場所は。あ、確かに、はい、ということで 森山直太朗、どこもかしこも駐車場。 I love you FM89.1。さて後半です。まあね、あのどこもかしこも駐車場になっちゃうのよ最近。空き家が増えていくとね。最近また増えてますね、はい、増えてるよね。鹿児島市内も結構ね駐車場多くなったなと思いますけどね、はい。まあ、今日住宅の話をしておりますけど、はい、ちょっとねあのスピード上げていかないと入らない気がするので現存最古の3つの建物、はい、2つ目、姫路の建物まで紹介してもらいましたけど、じゃあ3つ目いきましょう、はい、3つ目、はい、これが最後の室町時代の建築です、はい、これ奈良県五條市にあります。あ、五條市、はいはい、堀家住宅という住宅があります。はい、これはですね、まあ、室町時代のもので一番大きいんですけども、これ正面 17.6メートル、大きいね。で側面が 13.8メートル。民家でしょ。民家なんですよ。大きいね。なんですけど、すごい伝説が残っておりまして、はい、あの後醍醐天皇が泊まったと。本当に後醍醐天皇って民家に泊まるの？泊まるみたいですよ。足利尊氏と戦った時に、吉野の方に流れてくるわけですけども、いちいち出てくる名前がすごいな、ね。1336年の年の暮れにですね、はい、あの足利尊氏によって京都の都を追われた、うんうん、後醍醐天皇がですね、はい、吉野を向かう途中にここで、あの堀さんという方がいらっしゃって、はい、その方がこの邸宅に迎えてですね、はい、天皇さんを手厚くもてなしたという伝説が残ってまして、はい、でその後、まあ、足利じゃないですね、後醍醐天皇は南朝ですから、はい、南北朝時代の南朝北朝の南朝側なので、うん、その後のですね天皇が3人ぐらいこの家を皇居として使ったと、はいはい、いうふうにも言われてます。この一般住宅を、はい、そんなことある？あるらしいんですよね。
でその方々がいたのは本当みたい で、うん、でその方々が残したいろんなあの持ち物というか使ったものも文化財として残ってますし、うん、まあ、100歩譲ってまだ寺とかならギリわかるけどさ、うん、民家でしょ。民家なんですよ、うん、でこの後吉野の鬼行ったらしいです。へー。でこれも一応物として残ってるんですけども、はいはい、これもどこまで本当かわかんないですけども、うん、後醍醐天皇さんがくれた日本最古の日の丸の旗もこの家に残ってます、うん、本当かな。すごい伝説がいっぱいある。すごいんですよ、うん、でこの場所ですね、うん、堀さん住んでました。やっぱり住んでる。最近まで、あの、うん、今第29代当主堀城太さんという方が、住んでたんですが、うんうん、この方はまあ大変ですから住むの、そうだよね、でかいですし維持費もかかります、うん、まあ、重要文化財とはいえですけども、はい、今ですね、うん、改修しまして、はい、ホテル&カフェレストランかなうというお店に変えて、ホテル&カフェレストラン、はい、ここカナウという地名なんですけども、はいはい、カナウ旧皇居という名前でですね、旧皇居としてですね、うん、ホテルとホテル兼カフェ、うん、まあでも泊まりたい人いるだろうね。いやいるでしょうね、重要文化財ですから、うん、でしかもこの辺りで採れた美味しいジビエイタリアンをですね、うん、ジビエか、はい、奈良県五条市とかいそう、野生動物いそうですよね。しかもペット同伴 OK とああいいね、いうのをやっていらっしゃいます。ここであということは活用法としてはもうなんか民間のこう商業施設になったってこと。そうですね、ですね。でおそらくその重要文化財なので、うん、中の構造とか外観は一切変えれないので、はいはいはい、まあ、そこ以外の外側にちょこちょこっと作って、ね、あでもいいんじゃないですか。いやこれはいいですよ、ちゃんと収益が上がる方向でね、うんうん、今泉でもねちょっとそういう家屋をホテルにしたのとか今やってますから、はいはい、うん、こういうのありなんじゃないかな。ありな気がしますね。しかも経営者が堀さんですからね、うん、第29代当主本人がやってるのがいいよね。素晴らしいですね、うん、これなんとかリゾートが入ってきましたみたいな話だとねちょっとねと思うけど、まあ、こう当主がやってるのがいいよね。こう当主さんがね、うん、自分でイタリアン作って出すと。あ、自分で作ってるの。おそらく作ってます。すげえ素晴らしいですよ。そうなんだ、まあ、ちょっと行ってみたいなと思います ね、 いますね、はい。まずは現存最古の建物室町時代頃のものを3つ重要文化財紹介してもらいました、はい、でここからはここからがですね、あの、はい、今まで古いの3つと言いましたけども、はい、結局年代分かんないんですよ。なるほどね、はっきりした年代が何年にできたか分かんない、はい、うん、じゃあ年代分かるので一番古いのはどこなんだということなんですが、はい、それがですね同じく、うん、奈良県五条市、同じ奈良県五条市、はい、うん、今度はこのカナウというところがちょっと 山合いなんですが、はい、今度は五条市の本当に市街地の中にあるんですけども、ほうほうほう、これは栗山家住宅という住宅がありまして、これはもともと今でもですね商いをしている方の家でございまして、うん、はい、これが1607年のものです。江戸時代の最初期ですね。もう本当にもうできるかできないかぐらいの時ですね、はいはい、築420年ぐらいですか、うん、1607年頃の奈良とかすごいごたごたしてそうだけど確かにイメージ的にいろいろごたごたしてそうです。奈良京都はごたごたしてそうですね、うん、その頃のね、はい、うん、でこれも正面 16.9メートル、はい、側面 13.1メートル、はい、まあ、多分今栗山家になってますけども、はい、まあ、建築当初の住人は不明と。あ、そうなんだ、はい、でも年代は分かってる。年代は分かってます。棟札から分かりました、はい、でこの辺りはですね五条市の五条新町というところにありまして、これがですね、はい、あの家紋と一緒で、はい、重要伝統的建造物保存地区、あ、伝建地区ですね、伝建地区になってまして、はいはい、その中にあります、はい、でここにですねあの、まあ、これ1607年で古いんですけども、うん、それ以外にもですね、うん、1704年のもの、はあ、1696年のものが残ってると、はあ、同じ地区内に、地区内に、でここは本当に写真でしか見たことないですけども、はい、本当に何でしょう、江戸時代にタイムスリップしたような空気感を味わえると。なるほどね、そこでちょっと美味しい奈良の日本酒を飲んでみようとか、はあ、いいじゃないですか、うん、そういうのができる、こうなんかお寺だけじゃない雰囲気を持ってますね、まあ、家紋とかもおそらくそうだと思うんですけど、この伝建地区、うん、重要伝統的建造物群保存地区って全国にあるじゃないですか、はい、その、ま、もう大切にしていこうということでこういう指定がかかってるんだと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけでも維持していくのって結構大変よね。大変ですよ、うん、でたまたまそこの地区に生まれた人はさ、簡単に近代風のリフォームとかできないじゃないですか。できないです、まあ、それ守らなきゃいけないですもんね。いろんな話を聞きますけども、なんか正直手放せるなら手放したいみたいな人もいるんじゃないですか。いや、いると思いますよ、うん、萩に行った時に、あ、萩、山口県、はい、萩のお寺の住職さんが大変だと、はい、うん、
裏側はいいらしいんですよ。通りに面してないところはまあそんなに厳しくないらしいんですけど、はいはい、通りに面したところはですね、特に厳しくて、その速攻の蓋は1じゃなきゃダメだ。あ、景観条例的なものがあるのはあるよね、はい、とか、うん、家の中の柿の木が生えてるんですよ。柿の木生えてるじゃないですか、はいはいはい、ですけど取っちゃダメとか、うん、そういうのがあるというのを聞いて、うん、はい、いやまあ楽ではないな。楽ではないよね、うん、ただまあそれやってる方々実際いらっしゃいますからね、はい、そう通るときはありがたい気持ちになりながら撮ってます、うん、いやまあ実際にその公的なその支援とかもいろいろ調査とかも入ったりしてるんでしょうけども、実際はそこに住んでる人たちのなんというか心意気で守られてるみたいなのも結構あるよね。なのでそのなんかね、カモもですし、うん、イリキもですし、そうですね、全国ありますけど、いろいろちょっとこうね、ありがたいという気持ちで入ってもらうといいかなと。でこの栗山家住宅ですが、はい、これはちょっと今見ることができません。あ、そうなの。なぜなら今も住んでるから。あ、今も住んでるんだ。今も住んでらっしゃいます。大変、はい、栗山さんが住んでらっしゃいます。いや見るのはね、あの興味もあるので見てみたいなと思うんですけど、はい、住めって言われるとちょっとね、ちょっと、うん、なかなか近代的な住宅がいいなって思いますね。しかもだんだん周りは新しくなっていくわけじゃないですか、うん、家が、ね、あのウォークインクローゼットとか簡単に作れない、ね、作れないですね。ウォシュレットとかつけていいのかなとかね、なんかいろいろ考える。いいセーフじゃないですか。いろいろ考えますけども、え、今日ちょっと古い住宅の話をあのいろいろ聞いてますが、はい、鹿児島はっていう話をちょっとね、そうなんですよ、しときたいのですけども、鹿児島ってこう文化財過疎圏と言われます、はい、文化財があんまりない、で国宝建築物は、ね、うん、霧島神宮のみですし、はい、もうお寺は廃仏毀釈で壊されてるし、ね、ということで、うん、その建築系の文化財っていうのはあまりないと言われてるんですが、うんうん、はい、民家に目を向けてみるとですね、うん、これあるんですよ、いっぱい。お寺は壊されたりしてるけど民家は結構ある。ある、うん、なんだ、重要文化財が5つありますから、ほうほうほう、まあ、全部言いますと、はい、伊佐市にあります、伊佐市大口にある祁答院家住宅、これがおそらく一番鹿児島で古いとされている民家ですね、はいはい、いつ頃ですか。これ18世紀前半と。18世紀前半、江戸時代、はい、1700年代前半ですね、うん、まあ、書物によると1600年代中期と言われてるんですけども、まあ、建築様式から17世紀ぐらいだろうと言われてます、はい、で2つ目が肝付町にある二階堂家住宅、大隅ですね、はいはい、これは1810年頃だと言われてます、うん、これも江戸時代だ、はい、で次が薩摩仙台市にある、旧増田家住宅、あ、はいはい、これ1873年頃なんですが、うん、もともとここ、廃仏毀釈の前は、うん、お寺がありまして、はいはいはい、延命院というお寺があって、うん、その時の財を使ってるところが一番あるというふうに言われてます。なので行ったことありますけど、なんか、住宅になってからお医者さんが住んでたんですよね。そうです、はい、増田さんという、うんうん、なんでしょう、その延命院というですね、ちょっと医学っぽいお寺から医者の人が住んだっていう、ちょっとそういう歴史を踏んでますね、はい、でもう一つがですね、これ、うん、中種町、これ種子島です、うん、古市家住宅、これが1846年に建てられたものだと。江戸末期ですね、はい、で次が奄美市にある泉家住宅、これが明治初期のものだと言われてます。これが重要文化財で残ってるので、結構あるんですね。そうなんです、建築物ないと言われながらも、民家に目を向けると5棟もあると。なるほど、これ普通に見に行けるところが多いですよね。そうですね、全部ここは開放されてますから、うんうん、はい、あ、祁答院家だけは今人が住んでるので、あ、なるほど、はい、祁答院さんが住んでらっしゃるので見れないですけどもね、はい、はい、でそれ以外にもですね、登録有形文化財とか県指定文化財になると、はい、うん、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ、うんうん、鹿児島ってちょっとこう今リストアップしてるだけでも2、4、6波と12棟ぐらいあって、はい、これ以外にもいっぱいありますから、ちょっと紹介してもらいましょうかね。そうですね、はい、一つ目がこれ薩摩仙台市、この重要文化財以外では一番古い家がですね、はい、薩摩仙台市、これ入り木のところにありますけども、藤竹住宅、藤竹住宅、はい、これが18世紀初頭から19世紀の初頭だと言われてます、はい、これは県指定とかってことですかね。これは県指定になりましたね、はいはい、つい最近県指定になりました、はい、あとは、南九州市、ここはですね、やっぱ治安があるので、ああそうか、すさまじい量があるんですが、そうでしょうね、はい、うん、その中でもまあ代表的なのが森重光さんが住んでいた森重光氏住宅、はい、これが18世紀中頃の建物になってます、はい、で建物もこう2つね、あ、建物があって2つやと言われてる、昔ながらのね、はい、はい、があります。あとはですね、まあ、宗氏に昼川家住宅という江戸時代末期のものがあって、はい、これ以外は大体明治とか大正になってきます、うんうんうん、これは南薩摩市加世田にあります旧味坂家住宅の母屋ですね、はい、とか、まあ、あとそのさっき言った岩本家住宅ですね、はい、であとは鹿児島市にある、旧重富島津家別邸主屋、
旧重富島津家別邸、はい、これ重富荘です。あ、はいはいはい、重富荘の建物、結婚式場とかで使われる、そうです、あそこですね、はい、あれがあの旧重富島津家のものを、あのもともと今泉家の土地だったんですが、そこはそこに移築したものになります。磯、ね、の近くですよね、はい、はい、で霧島市にある旧田中家別邸、はい、これ1922年のもので、はい、まあ、旧純粋な日本家屋なんですけど、うん、中に入ってみるとですね、うん、レンガ造りの間があって、うん、そこに暖炉があるとか、そういうものがある、ちょっと変わった建築部様式が見れるということで、はいはいはい、県指定、国の登録有形文化財と県指定ですね。で、姶良市にある森山家住宅、森山家住宅ね、はい、これ1904年にものもの、もともと鋳物業をされてた、そうですね、とこですよね、うん、これも不思議で、はい、その住宅なので使わなくなったらもうね、工場とか普通は壊すんですけど、うん、はい、やっぱ工場もそのまま残してるっていうのが残ってますよね。でそれが調査するとそのなんかこう鉄砂とか鉄のね、そのなんか製鉄してたところのなんかこう、はい、あの鉄くずみたいなものとかいろいろ出てきたみたいですよ、うん、それもなんかこう森山家の方々のスピリットを残したいっていう意思が見えていいなって僕は思います ね、はいはい、で実際それが白く調べたら修正館の移築したものじゃないかとか、うん、ないかとかね、いろんな説はありますけど、ちょっとそこもっとちょっと詰めてほしいですけど、ね、あの世界文化遺産の構成資産の一部があるぞって言えるからね。言えますよ、世界遺産姶良市にできますよ、うんうん、であとは、加治木町立図書館、はい、郷土館とかの前にある古い建物、うん、あれが、1937年こういうのが文化財で残ってます、うん、あれ昭和ですからね。そうですね、うん、残ってるんですよね結構。なるほどね、まだまだいっぱい、はい、まあ、話聞いたところによると南九州市とかあの辺にはまだ江戸時代まで遡れるような建物が結構残ってる、うんうん、ということなので、はい、そういうのを探して、うん、まあね、維持やっぱ大変ですから、はい、なんとか、うん、こう失われる前にどうにかしたいなと。一般の住宅でここは実はそういう文化財的価値があるんじゃないかみたいなものっていうのはさ、その住んでる人が自分で言うんですかね。いや、うち結構いいんじゃないこれみたいな。あ、そういうパターンもあるみたいですけど、はい、ちょっと詳しい学芸員さんがいると、あは、いろんなその大学の先生とかで見て回るわけじゃないですか。なるほどなるほど。その先生があれ、うん、っていうらしいです。ああ、そういうことか。あの日はみたいな、あの様式はとか言ったりするらしいので、そういうあの、まあ、鹿児島大学とかにもそういう先生いらっしゃいますから、ちょっとこう一緒に歩いてみると気づかれるかもしれない。なるほどね。ただそれを許可するのは家の持ち主の判断ですから、はい、文化財指定してほしくないパターンもあるでしょうかね。そうですね、うん、普通に住んでたりするとね、うんうん、なのでちょっとですね、はい、まだまだ鹿児島県の文化財民家増えそうなので、うん、そうね、ちょっとまた県内全域探していただきたいなと、うん、ちょっと、まあ、どうかするとこうその古い民家とかっていうのは扱いに困るとかさ、うん、どうやって壊すかみたいなさ、うん、なんかそういう議論になってしまいがちですけど、そういうなんか歴史的価値みたいなものがあるんじゃないかっていう目線で一回見てみてほしいですよね。そうですね、はい、うん、ということで今日ね、あの古い文化財の、民家家屋の話をしてきましたけど、かやぶきの民家を描いた画家、そうなんですよ、これはどういう話ですか。この民家をといえばですね、まあ、大体かやぶきなんですよ。さっきの室町時代は全部かやぶきです、はいはい、そうですよね。で、まあ、江戸時代になると、うん、瓦屋根とかに、うん、あと板吹きの時代もありましたけどね、そういうのありますけども、あ、はいはい、まあ、基本的に人々の家というのはかやぶき屋根だったわけですよね、うん、はい、でそれをですね、とてつもない数描いた画家さんがいまして、はい、これ向井純吉とちょっと存じ上げないですね、いう西洋画家がいまして、この方1901年、はい、うん、京都府の京都市生まれ、1901年生まれ、はいはい、明治時代です ね、 明治だね。で実家は宮大工です。へえ、そうなんだ、はい、でいろんな人をこう抱えるぐらい大きな宮大工の家に生まれました、はい、でこの方は宮大工の方には行かず、うん、美術学校に入学してですね、うんうん、その後パリに行くと、はい、お金はないと言いつつも、うん、今ですねちょっとこの方のエッセイ読んでるんですよ、はあはあ、はい、草屋根と F でというですね、向井純喜さんのエッセイ読んでるんですが、好きそうだなそういうの、うん、この本読むと、はいはい、結構いい暮らししてます。貧乏とはいえでパリで2年間過ごして、うん、まあ、この当時パリに留学できるぐらいだから、ね、そうなんです、うんうん、でルーブル美術館に行って、当時ルーブルっていうのは許可を取ったら、はい、その絵を模写していいらしいので、あ、昔さんそういうのあったでしょうね、はい、うん、ずっと模写をし続けて腕を上げて日本に帰ってきて、はい、で二科展とかで賞をもらって、うん、はい、で世田谷にアトリエ兼自宅を構えるというですね、世田谷に家構えてるから、ね、そんなに貧しくはないでしょう、ね、そうですね、うん、ですけど時代的にですね、やっぱ戦争というものがありまして、そうだね、はい、うん、この方はですね、あの一応従軍して、はい、戦中画家として
あ、そういう仕事もあったの、はい、作戦記録画というものを作成すると。で、はい、インパール作戦というですね、あ、はい、ビルマであった、はい、あのちょっとあまり良くないとされる過酷なね、過酷な作戦にも参加してですね、うん、この時同行したのが向井純吉と小関裕二です。へえ、そうなんだ、はい、その2人、あともう一人画家さんがいたらしいですが、はい、この3人でその何でしょう、広報活動をするという名目で行った方になりますね。で、一応帰ってこれて、はい、日本に帰ってくると、まあ、戦争の空襲とかでいろいろ家が燃えてしまっている。そうだよね。で、1945年ぐらいにですね、こういろんな疎開とかしたわけですよ、うん、そんな中かやぶきを見る、うん、でその時に偶然あの手に取った図録があったそうです、うん、はい、でそこに古いそのかやぶき屋根がバーッといろいろ載ってたわけですよ、うんうん、それを見てですね、なんて美しいんだと今まで気づかなかったけども、失われ始めてからその美しさに気づいて、うん、で、あの残さないとと、うん、もう燃えてしまうのは仕方がないから絵で残したいという気持ちがあって、うんうんうん、全国をこうキャンバスを持って歩き回って、はい、ずっとこう死ぬまで、亡くなるまで50年間ぐらいですね、このかやぶき屋根を描き続けたと。かやぶき屋根の建物だけを描き続けた。そうです。すごい人ですね。総数2000。2000ぐらいと、はあ、で鹿児島にも来てます、はあはあ、で鹿児島ではやっぱ治安を描いて変えられたということですね、うんうん、でこの方1995年に93歳で亡くなるんですが、はい、アトリエがやっぱ残ってまして、その世田谷に、はいはい、これが世田谷美術館文館向井純吉アトリエ館というふうに、もう名前がついてるなってますから、これで東京行った時に行ってみるとちょっといいかもしれません。で見れるんですね、作品が。見れます、いっぱい見れます。へ、もう非常に素晴らしい、もう写真のような、あ、結構写実的な画風なんですね。そうなんです。画集も買っちゃいました。画集も買っちゃった。買っちゃいました。大好きです、向井さん。そうか、あのかやぶき屋根ね、なんか聞きながら思い出しましたけど、うちそれこそ100年以上経ってるあの古い実家の建物の家があるんですけど、はい、そこからね、徒歩圏内にね、あの、まあ、ちょっと川が流れてるんですよ、はい、ちっちゃい川が流れて、その川沿いにね、一軒ね、あの本当昔だから30数年前、下手したら40年近く前、はいはいはい、自分が小学生ぐらいの頃ですよ、にはね、あの一軒だけね、かやぶきの屋根のね、建物があったんですよ。ああ、残ってたんですね。あったんです。もう今ないですよ。今ないですけど、うん、その当時あった記憶があって、でそれすごい覚えてるのが、その、それこそうちのじいさんがね、はい、なんかその使いかけのというか、あの昔使い捨てカメラってあって、はい、あの映るんですみたいな、はい、映るんです、あと何枚か撮れるから、なんかあまり好きなもの撮ってこいみたいな、うん、子供のね、あの自分にそれをなんかくれて、で何を撮ってこようかなと思って、なんかそう家の周りうろうろして、はい、なんかあそこにちょっと変わった建物があるって言って、それをね撮った記憶があるんですよ、その家の建物。それ貴重ですよ。その写真がねどこにあるかは分からないんだけど、なんだけど、でもまあだから少なくとも40年近く前までは、あのうちの近所にもね、かやぶきのお宅がありましたけど、なんか聞くところによってやっぱりね、その管理が大変でもう なくしちゃったみたいな話だし、はい、まあ、かやぶき職人さん自体がね、もうほとんどいらっしゃらない。鹿児島にはもうできる業者はありませんですよね、はい、うん、ないので1個あるかないかぐらいですかね。なのでもうないんですよね、熊本に頼むしかなくなってしまうので。で実はですよ、実は愛良市に、はい、もう今はないですよ、今ない何年後かですね、うん、7、8年前ぐらいまで一棟実は、はい、かやぶきのありました建物が、はい、はあ、あの黒島神社の近くにですね、はい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 、一軒だけあったんです。へえ、黒島神社の近くに。もう解体されてしまいましたけど、黒島神社の近くに一棟だけですね、かやぶきがどんと残ってて、で、まあ、かやぶきじゃないかなっていうのがもう一個愛らしいに一個あるんですけども、はあはあ、意外とこの、まあ、トタンの下にあるんじゃないかみたいな、はいはいはい、そういうものがあるんですけども、うん、もうないでしょう、ね、もう見ることがほとんどなくなったけどね。だから、うん、もう生で見たことがある人ももうほとんどいなくなってくるぐらいのさ、うん、時代になってくるじゃないですか。我々ギリギリ見たことあるけど、はい、うん、そうですね、失われていく技術だよねと思って。これはそうなんですよ、もう鹿児島にいない、熊本ももう少なくなってきてると言ってるので、うん、もうちょっと九州は危なくなってきてますね。そうだよね、そんなにかやぶき屋根ないですし、まだね、あの関西とか行くといっぱいあるじゃないですか。そうだね、関西はまあまあ京都ならありますよね、東北とかもいっぱいあるんですけど、うん、まあ、九州はもう打ち慣れるの早いので。長野岐阜とかあの辺もありますね。 ありそうですね、ありますよね、うん、そっちに頼まないといけなくなるんじゃないかなと。なるほどね。でもそういう技術もこうなんかね、職人さんがいないとこれどうしようもないから、ね、いやそうなんですよ、うん、やっぱ職人大事ですよね、うん、でこの向井純吉さん、これもう完全についての話ですけど、はいはいはい、息子さんがですね、はい、向井宗也さんといって、向井宗也さん、あの元 TBS のディレクターさんで、ほうほう、この方がですね、はい、見出した人物がいます、はい、それが萩本欽一。お、欽ちゃん、欽ちゃん、欽ちゃんを見出したディレクターさんは向井純吉さんの息子さんです。まあ関係があるんだかないんだか分かんないような気はするけど、まあでもなんかこう違う角度からね、また日本の文化をね、
こうなんか文化史を紡いだ方ではありますね。メディア史には大変貢献されてる方になりますね。金ちゃんがいなければみたいな人もたくさんいるからね。そうですよ、うん、でこの宗谷さんもう一人すごい人と交流がありまして、それが榎本健一と。榎本健さん、榎本健さんですとんでもない二人と交流してるんですけども、お父さんは民家変えてたっていう。なるほど、面白いね。面白いですよ本当に、うん、いろんな方がいます。クリエイティブ なんか感覚を持った家系の方なんでしょうね、うん、そうですね、まあ、民家最後関係なかったですけど、いやいや、まあまあでもね建物を難しいんだと思うんですよ。その建物をさ、特に持ってる人はもうなんか自分自身が関心がなければさ、もう手放したいとか壊したいとかって思っちゃうと思うんですけど、うん、でもこう社会全体で見ると残ってた方がいいよねみたいなものをさ、うん、じゃどうするかっていう時に、ね、じゃ全部それじゃ税金でどうにかできるかっていうととても無理じゃないですか、はい、でなんかそういうどうしたらいいんでしょうね、こういうのは、ね、いやそうなんですよね。ここはかなり難しいところで、難しいと言ってる間にどんどんなくなっていくのがまた辛いところなんですけども、うん、早めにどうにかしていくか、うん、まあね、我々が意思を変えるしかないのかなかなか難しいですけど、まあね、姶良市もどんどん空き家が増えてますので、まあ、空き家問題って多分ねこれから人口減っていくともっと深刻化していくと思うんですけど、うん、だからその中でもうどうしようもないやつはねもうどうしようもないと思うんですけど、そのこう空き家になっていくものの中で文化的価値が高いぞと思うものをちゃんと保存できるなんか枠組みというかね、うん、なんかそういう仕組みは必要な気がしますけどね。その枠組み作るためにもちょっとまた、ね、姶良市さんでも、まあ、大変ですけど作業としてはなんか一個こういう民家の調査とかできればいいかなと、うん、そうですね、思ってますね。どこかに何かとんでもないものが眠ってるかもしれないですから、可能性はありますね、はい、だからお寺神社だけじゃなくて民家にもね、うん、ぜひ目を向けてほしいということで、はい、今日は家の話をしてみました、はい、たつさん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ではラスト曲曲紹介お願いします、はい、家ということで僕もですねいつになったら家を建てられるんだろうと思いながらこの活動をしていますけどね、はい、まあいつかこう古民家一築でもいいですけどね、持ち家持ち家だと思います。ということでシネマティックオーケストラ To Build a Home。